その力を見ろ。正面からのシュート。ほら、これを正面から抑えに行く。このシュートを完璧にブロック。リスペキ君、ここはパスに沿った。レオ君、タックルも決めた。レオ君、マザオ、パスを受けた。ドリブルと見せかけてパス。ものともせず突き進む。メンデス君、激しいタックル。カルロス君、ボールを浮かせて抜いた。センターラインを越えて攻め込む。これは見事な個人技だ。松尾君、ここは抜かせません。よし、力任せか。ブラジルを舐めるな。連続突破で見せます。松尾君、タックルを決めた。翼君、ここは勝負をするよ。メンデス君、パスを回す。バティスタ君、ここからチャンスを作れるか。止めるかない。バティスタ君、力を合わせ強烈なシュート。これが若林現状だ。パントキックで大きく蹴り出した。ミサイさん、ヘッドでパスを送る。ほらよ、もらったぞ。ここはパスを出した。カルロス君、横に倒して突破。ジトー君、激しいタックル。パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。カルロス君、ここから打ってきた。先制のゴール。くだらない。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。敵陣を切り裂く。チャージが決まった。これがブラジルの10番の力。個人技だ。やった、奪い返した。ガードとぶつかっていった。ここは抜かせません。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。ものともせず突き進む。エンゾ君、激しいタックル。思ったよりやるな、翼。キュア君、メンデス君、ここは抜かせ。テクニックが足りないようだ。抜いた。ここは抜かせません。ブラジルの形だけ真似てもダメだぜ。決まった。当然さ。バティスタ君、センターラインを越えて攻め込む。もらったぞ。ここはパスを出した。かわした。カルロス君、シュート。パントキック、どこまで運べるか。これが本物のブラジルサッカーだ。これは不気味だ。カルロス君、強烈なバキスタイの力を見ろ。若林君、ゴール正面でこのシュートを迎え。おっと、これはコースが悪かった。ゴールキックから再開です。大きくパス、素早くつなぎます。カルロス君、ゴールを打ちる。首で抜け打った。これはキャッチできない。チトダイレクトでパス。アーサー君、狙いすぎてシュート。ジジー君、おたけびを上げボールに立ち塞がった。アーサー君、このボールをブロック。両雄、ここで激突。空中での激突だ。ミサキ君、この大一番を制する。その程度でブラジルに来る気か。行け。ヒューガ君、ここはパスを出した。記録をすり抜けた。待ったぞ。お箱のヒールリフトだ。カルロスが気にするだけのことは。ネオ隊がちょっとシュートを放った。もらった。ロッサ君、これをブロックに行く。あっと、ブロックを粉砕。ミサタ君、素早くつなぎます。左の発進だ。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあとわずか。パントキック、どこまで運べるか。横をすり抜けた。力の差を思い知る。ボールに必ず打ち抜く。これは反応しているぞ。こブラジルはさすがだが、翼だけ。
前半はまあまあだったかな。日本の力はだが慎重になりすぎることはない。あ、カルロス、今俺たちがペースをつかめているのは日本の10番と23番が複数の相手をするのは大変だと思うが、後半も頼むぞ。ああ、レオ。何？なぜ翼とあいつは勝てもしないのに俺に勝負を挑んでくる？あ、それはやっぱりさ、カルロスに勝ちたいんじゃないの？俺に？うん、俺もそうだからわかるんだけどさ、サッカーって試合の勝敗以外に相手との勝負も楽しいんだよね。なんていうか、こう1対1の勝負ってワクワクするんだ。サッカーを楽しむ。レオ。いや、今のカルロス、少しだけど変化があった。昔のカルロスの感じが、もしかすると。キックオフで後半スタート。ボールを奪った。これがブラジルのエースか。翼の力はその程度だ。カルロス、あ、必ず打ち抜く。首で迎えよう。これは反応しているぞ。若林君、ボールはまだ生きている。カルロス君、シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。ヒューガさん、ワンタッチで送る。ヒューガ君、ここで止めた。センターラインを越えて攻め込む。行け、タイガー君だ。ケイジーニョ君、このシュートに。すまんな、ケイジーニョ。大丈夫大丈夫。さあ日本。ブラジルゴールは任せたぞ。もちろん、こんな楽しいポジション他の人には任せられない。なんだか不思議。すごいゴールキーパーとはたくさん戦ったけど、あんなにサッカーを楽しそうにやるのは翼、お前が一番近いのかもな。俺？ああ、強敵と戦う時に楽しそうなのはお前と一緒だぜ。そうか、ゴールキーパーとフィールドプレイヤーで楽しみ方は違うけど、だったら俺たちも目いっぱい。ああ、こいつはしびれるシュートだね。横をすり抜けた。ノートの五重に片桐さんに、ノートを見てもらう。片桐さんの失踪に、ロベルトはこの試合を見てくれている。俺の試合を見てくれている。ロベルト、やっほー。セバタ君、いきなりエンジン全開だ。ものともせず突き進む。ネオタイガー全身のシュート。さあボールと真っ向勝負。俺は諦めたりしないぞ。行くぞヒューガ君。翼、お前もあのキーパーから得点を奪うのはあれしかないと感じたのか。今の俺たちならできると。おお、翼。この手の衝撃、最高にしびれるね。パントキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。さあ三崎君、持ち前のテクニックを見せつける。チャンス一番、かわした。三崎君、激しいタックル。二階の発進が横にかわして突破。物ともせず突き進む。メンデス君、ボールを狙うのか。ネオンタイガーシュート。豪快にシュート。このボールに飛びつく。ケイジーニョ君、ボールはまだ生きている。よし、全日本まだ守備の体系が整っていません。マサオ君、ここは抜かせません。行け。パスを出した。俺を上回った。トップのリフトで抜いた。そこだ。お箱のヒールリフトだ。
ブラッシュ。ここは抜かせません。よし、ボールを抑えた。ここからチャンスを作れるか。怒りの発信だ。横をすり抜けた。得意のヒールリフトで抜いた。ネオンダイヤシュート。そして強烈なシュート。ここで取り付け、そのまま押し込んだ。よっしゃ、同点に追いつく。終わったぞ。うわ、はっきりしてるぜ。もらったぞ。止められない。もらった。バティスタ君、引っ張った。シュートを放った。見えた。横飛びで抑えた。それだ君、ここはパスに繋がった。このパスは不発に終わります。サルガド君、激しいタックル。マサオ君、そうはいくの狙うも届かない。マサオ、パスを回す。横にかわして突破、はあ、ここはパスに切り替えた。アルベルト君、このスライディングが決まった。ここはパスを出した。もらったぞ。バティスタ君、次々にかわしていく。ヒットのシュートでゴールを狙う。止めた。さすが若林君です。パントキック、どこまで運べるか。さあ、試合も残りわずか。これほどとはな。期待したいところです。あと、よっしゃ、ドリブルを見失う。怒りの発信だ。敵陣へ攻め込みます。ものともせず突き進む。ゴールを狙う。レオ、ボールを持った。ブラジル、前へ走りなさい。ブラジルの要はやはりカルロス。彼との対決を制すればきっとブラジルも動揺する。そのために必ずカルロスとの勝負に勝つ。翼くん、美咲くん、カルロスと勝負するつもりなんだね。翼くんならきっと勝てるよ。カルロスを抜いたら二人で一気に攻め上がろう。僕たちの力で勝ち越して絶対に優勝しよう。美咲くん、ああ、俺たち二人に勝てない相手なんていない。絶対に優勝しよう、美咲くん。みんな、最後まで戦い抜くぞ。勝つ、それだけだ。よし、横をすり抜けた。よっしゃ、ヒューガ君、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。センターを攻めて攻め込む。怒りの発信だ。アルベルト君、激しいタックル。パスを回す。バカな。行こう、翼君。サルガ君、行くぞ。ブラジル、もらったぞ。そこにかわして突破。チャンスが決まった。スマスマ、ここはパスを出した。チャンスが決まった。勝った。ドリブルでボールを運ぶ。カルロス君、シュートを放った。あっと、これを弾いた。松山君、ロングパスだ。このパスをトラップ、ものともせず突き進む。もらったぞ。かばって振り切った。
怒りの発信だ。くらえ。横にかわしてどうだ。ものともせず突き進む。怒りの発信だ。ネオタイガーシュート。真のシュート。これは俺に飛びつく。KG 力。これはキャッチできない。そうだ、この位置で受けた。ヒューガ君、得意のヒールリフトで抜いた。このパスのトラップ、ヒューガ君シュートだ。ここで審判笛を吹きます。ブラジルに俺は勝つんだ。俺は世界一になるんだ。ここからチャンスを作れるか。よし、すり抜けた。アーサー君、激しいタックル。チャンスが決まった。体ごとぶつかっていった。そらドリブルでボールを運ぶ。怒りの発信だ。ゴール前に持ち込む。クロスを上げた。ヒューガ君、クロスに当てていく。KG ニョ君、ファインセーブ。パントキックで大きく蹴り出した。すみません、マサオ君、渡しておく。アーサー君、ここで止めた。チャージが決まった。かわして振り切った。ものともせず突き進む。得意のヒールリフトで抜いた。ネオタイガーシュート。真のシュート。アルベルト君、このボールに立ち上がる。アート、ブロックを粉砕。こぼれ球をキープ。ジャータが決まった。ゴールラインを越えてしまった。全日本コーナーからどう狙ってくるか。さあゴール前、ヒューガ君、クロスに慌てていく。ここだ、止めた。ボールは離せない。パントキックで大きく蹴り出した。ヘッドでパッチを送る。アーサー君、ボールを抜くことができません。これだ、チャンスが決まった。パスを出します。体ごとぶつかっていった。横にかわして突破。ものともせず突き進む。敵陣へ攻め込みます。怒りの発信だ。コースタ君、ここは抜かせません。ジャンプ1番かわした。ここはパスを出した。かわして振り切った。バティスタ君、カルロス君、センターラインを越えてドタイム。ここでタイムアップ。責任重大な1番手として登場です。決めた。責任重大な1番手として登場です。これが止めた。さすが若林君です。この場面でリードを広げることができるか。このためにグラウンドに立っているんだ。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。そうだ、狙いすましたシュートで決めた。ここを決めればさらにリードを広げられます。シュートに反応している。これが俺たちの力だ。ゴールをゲット。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。狙いすましたシュートでゴール。俺にだって意地がある。ここを決めればさらにリードを広げられます。よかった、やったよみんな。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。ここはブロー、ルーカス君、鮮やかに決めました。5番手の大役を担いペナルティースポットへと向かいます。
俺がマサオだ、覚えとけ。翼くんの元に駆け寄ります。やったー、勝ったぞ。優勝だ、俺たちが優勝したんだ。全日本が優勝したんだ。翼、お前ってやつは本当にすげえやつだよな。石崎くん、そう、これはみんなの力で勝ち取った優勝だ。世界一、俺たちの夢は叶ったんだ。よかった、サッカーをしてきて本当によかった。おめでとう日本。今日のところは素直に祝福しよう。優勝か、すごいや。さすがだぜ翼。日本、優勝にふさわしいチームだ。若林のいる日本がわしらの敵を取ってくれたな。あ、町内からもご覧の声援、拍手喝采です。負けちゃったんだね。世界一を逃す負けなんて、さすがの俺も元気出ないや。みんな行くぞ。え、俺たちは負けた。だから次にするべきことは優勝した日本を祝福することだ。それもスポーツもサッカーの大事な一部だ。うん、そうだね。彼らは強かった。ちゃんと祝福してあげなきゃね。俺も彼らに言わなきゃいけないことがある。カルロス泣いています。全日本ジュニアユースの選手たち、思い思いの考えにふけっています。この時を迎えるまで個人としてもチームとしてもきっと様々な苦労や困難があったのでしょう。しかしそれらを乗り越えて彼らは今世界一の栄冠に輝いたのです。ジュニアユースワールドチャレンジ優勝おめでとう。全日本ジュニアユース優勝おめでとう日本。アルベルト、負けたのは悔しいけど君たちの正々堂々とした戦い方は大好きだよ。カルロス、翼、今日はお前たちの勝ちだ。翼、お前とはまたブラジルで対決だ。今度は必ず俺が勝つ、覚悟しておけ。翼、カルロスは君を認めたみたいだ。翼は来年ブラジルに来るんだろ。その時はまたいい勝負をしよう。うん、楽しみにしてるよ。感情を見せなくなっていたカルロスがこの試合で少し変わってきたように見えた。それは翼、君のおかげかもしれない。だから君がブラジルに来てくれればカルロスもきっと。今日は負けてしまったが次は俺たちが、ブラジルが勝つ。うん、次はワールドカップだよ。そうだな、その日を楽しみにしているよ。さあ
行くぞみんな。次の大会は必ず優勝する。おう。日本より一足早くピッチを去りますブラジルジュニアユース。その準優勝チームブラジルに今健闘を称える拍手が場内から湧き上がっています。はい、分かっています。次こそは必ず。カルロス、今の電話はオーナーからか？カルロス！もう俺に関わるなれよ。俺はあの日に決めたんだ。世界一のサッカー選手になる。俺からじいちゃんとばあちゃんを取り上げた神様もきっとそれを望んでいるんだ。だから俺はもっと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 これまで以上に全てを捧げる。人間の感情など、そしてサッカーをする最強の機械、サッカーサイボーグになるんだ。さあ、これより第1回ジュニアユースワールドチャレンジ閉会セレモニーが始まります。その栄光の初代王者日本が今大歓声に迎えられて入場です。振り返れば日本はここまで苦難の連続でした。プレマッチでは世界の壁にぶつかり、チームの雰囲気も決して良くなかったと聞きます。そして始まった大会の予選リーグも優勝候補に挙げられる強豪揃いのリーグに入り、厳しい戦いを強いられました。その予選に勝ち残って臨んだ決勝トーナメントでは、南米の雄アルゼンチンと欧州の伝統国フランスを激闘の末に下し、そして今日世界に名を轟かすサッカー王国ブラジルに勝ち、ついに栄冠を手にしたのです。この厳しい戦いに勝利することができたのは、選手たちのピッチ上での懸命なプレーだけが理由ではありません。試合に出ている選手も出ていない選手も、チームの全員が世界一への熱い思いを抱き、一丸となって戦ったからこその結果なのです。全日本ジュニアユースの優勝、それはまさにチームワークの勝利です。優勝チーム代表大空翼くんに今優勝カップが手渡されます。やりました、日本ついにジュニアユースクラス世界一に輝きました。え、スピーチって言われても困ったな。翼くんが思った通りのことを言えばいいんだよ。うん、皆さん大きな声援ありがとうございました。僕たちはこの大会に優勝しようと頑張ってきました。その夢が叶って今嬉しさでいっぱいです。だけど僕たちの本当の夢はワールドカップに優勝して真の意味で世界一になることです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。でも夢を追うことは自由です。そして夢に向かって頑張ることは素晴らしいことだと僕は信じています。俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。